今日もあのベラルーシからあの来られた若い留学生セーニャーさんとその人生相談をやります。21歳男性フリーターの方ですね。アメリカと韓国以外は犯罪者引き渡し条約はないと聞きましたが、実際には他の国でも引き渡されている国がいくつかあるようです。私は犯罪を犯す気はないのですが、ひろゆきが勧めていたので借金は踏み倒したいと考えております。日本で借金をするだけして、借金では引き渡しがされない国に行って起業しようと考えています。そうすると物価が安くて日本円が強い国がいいと思うのですが、どこの国でどんなビジネスをすべきでしょうか。日本で稼いでいるベンチャー企業はアメリカや中国のビジネスを真似てしているようなので、後進国で日本ビジネスを真似すれば成功すると思います。バカもん、なんで犯罪するまでやるっていうのは、私はあまり、そうね、あまり好きじゃないね、こういうの。借金を踏み倒していって、それは良心がないの？っていうような感じになるんだけど、勧められてやろうとしてても、あまり、まあ、しちゃいけないなとは思うんですよ、ね、それ全体大前提として、もしどうしても、まあ、あの外国で何か起業したいならば、そうですね、どこがいいかな、セーニャーさんどこがいいと思います。ビジネスの経験あんまないんでしょ。そうですね、まあ、子供の時言われた、両親に言われたなんかドイツとか、そういうヨーロッパ、ああ、そっか。ドイツはね、そうですね、やっぱりヨーロッパの中では一番その経済的にはね、まあ、あのヨーロッパを牽引しているところなんですけども、堅実なんだよね、そこは。ヨーロッパでもあれですよね、もうヨーロッパ行ったら、違う、ドイツ行ったら引き渡されるんじゃない。まあ、主としては日本とそういう条約があるから、まあ、逃げられないんでしょうね。私は、まあ、今流行りの中東ですね、ドバイとか、ああいう大金持ちが、あのオイルマネーのね、大金持ちがいっぱいうろうろしてるところ行って、まあ一発、もしでかいやその花火が打ち上げられるならば、そこで勝負した方がいいかなと思うんですね、まあ物価は高いんだけどね、でも税金とかもね、ほとんどないし、しかも相当なんか謳歌できるらしいんですよね。僕 の, あの、まあ、知人というか、昔あの取材をあの受けてくれた在日中国人、まあ、その成功者たちが結構何人か向こうで、あの日本で稼いでて、まあその時脱税とかもおそらく節税、まあ、彼らが言うには節税なのも明らかに脱税とかもしてたと思うんだけど、そのお金で、まあ、今ドバイに行ってね、左内輪ですよ、いい生活してます、そこでは多分、まあ、どっちかというと、もしあの、まあ、あの勧め、おすすめるその国がないかって言われたらそこですかなって思うんですね。セーニャーさんね、今のその19歳の日本人の若者が、まあ、日本で借金をして外国に、まあ、持ち逃げようとしてるんだけど、自分の国ではその借金できます？借りられます？としたらすごくパーセントが大きいので、あまり、そうするとずっと利息、はい、返済するのにお金かかるんです、はい、でもそのベラルーシで お金を、でもあれでしょ、もうかもうどうせ最初からもう返すつもりがないから、借りて、まあ、日本にね、逃げちゃえばいいんでしょ、そういうのはあり？ありえない。ありえないんだよね。そうなんですね。あと、まあ、あの、この若者がね、要は、その、外国行ってね、
なんでそのアメリカとかあるいは中国とか日本のね真似をしてなんかその他のその国でねそのビジネスの真似をすれば成功するんだよって言ってるんだけども、例えば今日本に来られてるんですよね。ベラルーシでなんかのビジネス あるいは何かのものとか日本に持ってきてあるいは日本でやれば、まあ、必ず成功するの儲かるっていうようなものってあります？ベラルーシから日本、うん、ないと思います。あ、まあ、ない。逆に日本からベラルーシに、ベラルーシでその日本みたいなビジネスをすれば成功は成功することがあると思いますけど、うん、もう逆は逆はない。あ、でも逆は1個あります。え、うん、ベラルーシの美女を日本のに日本に連れてくって成功しますよ。僕は結構見てるから、うん、結構多いんですよ。私の友達の間も結構いるんですで、日本人の男性っていうのは結構あれですよね、金髪とかその白人にコンプレックスを感じるんです。憧れるんですよ、っていうのがあるんです。だからそれは結構いい生涯ですあまり良くないんですけどね。セイナーさんね、じゃあ日本からなんかベラルーシに持って行って必ず流行るでそういったそのビジネスあるいは商品ってあります？まあ例えば自動販売機、ベラルーシで自動販売機は本当に少ないのでとか、あとはマッサージの店とかないので、日本に来てマッサージの店を本当に大好きになって、はい、19歳でしょ？マッサージ受けんの？はい、もちろん。気持ちいいの？うん、私はすごく肩こりがひどいので、はい、よく行ってるんです。なるほどなるほど。自動販売機と、まあ、マッサージ漫画喫茶とか漫画喫茶とか、ベラルーシにあってわかりました